はい、吉田さんどうもありがとうございます。それから、この、シンポジウムをオーガナイズしてくださいました吉田さん、それから佐藤さん、どうもありがとうございます。で、私の方は、DBCLS NBDC が提供するデータベースツールの紹介と、ということで話させていただきますが、実際にここでやってることすごく多岐にわたるので、本当に概要の部分だけを説明したいと思います。で、実はこのハッカソン自体はその DBCLS のメンバー結構来てますので、個別に興味がある内容がありましたら、ホームページのメンバーのところに担当が書かれてますので、そちらの担当者の方にいろいろ聞いていただければと思います。で、まずその、NBDC っていう枕言葉を入れてるんですが、よくその DBCLS と NBDC ってどういう関係にあるのって聞かれるので、こういう図を用意しているんですが、DBCL 自体は、情報システム研究機構というその、国立遺伝学研究所とか、DDBJ がある機構と同じ機構の中に、入っています。で、一方、その NBDC は、JST にいまして、そのファンディングエージェンシーとしての役割もありますが、我々は割と共同研究という形で、ずっと一緒にやってます。で、センターが2つあるのでちょっと紛らわしいんですが、割と一心同体でやっているようなところが、多いセンターです。で、これもともと、ずいぶん昔の、絵なんですが、NBDC がそのいろいろその世界中、それから日本中にこう分散しているデータベースを、使いやすくまとめて、一括検索とかできるようにしてやりましょうと。それから DBCLS の方は、基盤技術開発って書いてますが、これらのデータベースをよりその計算機が使いやすく統合した形で使えるようにしましょうということで、こういう枠組みを使って統合化を進めています。で、NBDC に関してはもうここの1枚だけしか今日は説明しませんが、そういう意味でそのいろんなデータベースが、分散しているデータベースにどういうものがあって、どういうふうに検索できるのかというところを、カタログとして提供しています。で、これ今、世界中で2万ぐらいのデータベースがあると言われてますが、そのうち1600ぐらい、割とメジャーなものを、検索できるようにしてまして、カタログとして提供してまして、そのうちその600件は、横断検索ができるようにしています。で、それ以外にそのプロジェクトが終わっ、プロジェクトでこうデータベースをどんどん作って、プロジェクトがある間はいいんですけども、そのプロジェクトが終わった後にそのデータベースを維持できなくなるということがありますので、そういうデータベースも含めて、アーカイブという形でダウンロードできるようにしています。で、そういうデータベースを含めて、計算機で使いやすい形にしましょうということで、RDF ポータルというのを作ってますが、これはまた後でちょっとお話しますので、ここでは飛ばします。で、それ以外にその人なんかのデータは割と機微情報とか含んでたりしますので、制限なしで見れるもの、それを制限付きで見れるもの、アカウント付きで見れるものなどを含めて、倫理面に配慮したようなデータベースというのも作っています。それからそれ以外にいろんな支援を行っています。で、そういうふうにそのデータベースのカタログとかその一覧が見れるようになるわけですが、その中でじゃあ実際にその計算機がこう意味を理解できるような形でデータベースを統合していきましょうという形で、データベースの統合化を進めているのが、DBCLS で、スマーティックウェブっていう技術を使って、統合化しています。で、実際には、RDF というリソースディスクッションフレームワークというデータモデルを使うんですが、これはその全てのデータを主語と、述語と目的語の、三つ組みで、表現してあって、この主語と述語が、データになって、データの間の関係を、述語で定義すると。で、その時に、どういう関係かっていうのを、データベースごとによって使う言葉が違わないように、また揃うようにして、それから意味が分かるように、計算機でも分かるように定義してやって、データベース化していくことによって、異なるデータベースのデータを、同じような形で扱えるようにしてやりましょう。で、そうすることによって、全てのデータがこういうふうにつながっていって、いろんなデータベースのデータを統合的に検索できるようになるでしょう、という形でデータベースの統合化を行っています。で、そういう形で今、やってるんですが、いろんな、開発をやってます。で、
DBCLS の開発を大きく分けると4つぐらいになるという絵をここに書いてますが、ユーザーによってそれでもデータベースを実際に利用する人であったり、アプリケーションを開発する人であったり、データサイエンティストであったり、データをこうプロデュースしてくれるような人向けのいろんなそのプログラム、アプリケーションの開発を行っています。で、この4つについてそれぞれ簡単にこの後紹介していきます。でまずそのデータをこう作ってくる方に対するようなアプリケーションですが、このデータベースを RDF 化するような、それを支援するようなツールというのも作っています。で具体的にはその関係データベースでもともと作られたデータであったり、それからテーブル形式のデータというのを、簡単にその RDF に変換できるような、そういうのをサポートする、ツールとしてもこういうものを作っています。でその際に実際どういう ID を使うかとか、どういうオントロジーを使うかといったようなものを、統一しておかないと、それぞれが勝手に RDF 化してもつながらないものができてしまうので、そういうのがつながるように標準化を整備しましょうということで、RDF 化のガイドラインというのも作っています。で、そういうのをこう発展させるために、今回もそうですが、ハッカソンというのを開発しています。で、それがこのデータベースの作るところですが、それ作られたデータベース、そういうツールなんかを使って、データベースを実際に統合していくというところで、統合されたデータベースと、それから統合するための仕組みというのをまたいくつか作っています。で、一つは文献解析というか、テキストマイニングとか、それから自然言語処理をやっている研究者が結構いますので、そのデータベース、データを RDF 化するときに文献からの知識をこううまく使って、データにこう意味付けをしていこうといったような、そのツールをいくつかこう作っています。今日は細かいところはお話ししませんが、いくつかそういうツールを作っています。でそういうふうにしてこう作られたデータを、先ほど NBDC の中で RDF ポータルという、言葉だけ出しましたが、そういうデータベースをまとめて、検索できるようなポータルサイトというのを構築しています。でそれについてもう少しお話しすると、これ現在はその国内の研究グループがその構築したその RDF データを一覧できるようなポータルサイトとして、現在その21個のデータセットで、先ほどの三つ組ですね、主語、述語、目的語の関係で表されたそのデータ、トリプルというふうに言いますが、それが今450億ぐらい入っています。で、データの中身、後でまた少し表を出しますが、微生物ゲノムであったり、転写回視点であったり、それからこの後話があるプロテオムのデータなんかも今あるというふうにされています。プロテオームのデータといってもいろいろありますけども、プロテオームのその解析結果のデータが RDF 化されています。でその際に先ほどの RDF 化ガイドラインというのに準拠しているかどうかというのをレビューして、実際にちゃんと統合できるような形に、直しています。それから、そのポータルサイトからいろいろダウンロードであったり、そのデータベースにクエリを投げる、スパークルっていうクエリ言語があるんですが、そういうクエリのエンドポイント、クエリのできるサイトというのを構築したりしています。で、これはその一覧ですが、割と、ゲノム系のゲノムオミクス系 のデータが多いんですが、例えば質量分析なんかでいうと、化合物のデータであったり、それからプロテオムのデータなんかが、RDF 化されてきてますので、統合的に検索できるようになってますし、今この赤で書かれているのが先ほどの RDF ポータルに入っているものですが、世界的にその、EBI であったり、それから NCBI ってその割と大きなデータベースを持っているサイト、研究所が、RDF 化しているデータなんかもあります。で割と そのライフサイエンスの、いろんな分野のデータをかなりカバーしてきているという状況になってますので、こういうデータを使って、統合的な解析ができるようになりつつあります。でこういうデータベースのこう上に、そのデータベースにこう効率よくアクセスするような、アプリケーションの開発というのも行ってまして、例えばその世界中にこう分散したそのスパークルエンドポイントですね、先ほど、EBI とか NCBI という外国の大きいサイトに登録された RDF のデータ
検索できるサイトがありますが、そういうサイトにどういうデータがあったりするかというのを探すと。それから、その質問をその RDF のデータベースのサイトに、投げるときに、そういうクエリを作るのをサポートするような仕組みというのを作るといったようなこともしています。で、その、これ、この後、統合ゲノムとか、そのゲノムのデータベースの話がある時に出てくるかもしれませんが、で実際そのデータベースを作る人が、そのエンドポイント、RDF のデータベースのサイトにあるデータにアクセスして、でそのアクセスしたデータの結果を、そうこういうふうに、ウェブの上にこうグラフィカルにこう表示するような、まあ、そういう、クエリーのその結果を可視化してウェブページにこう、埋め込むような仕組みであったり、それからエンドポイントに効率的にアクセスする仕組みであったり、クエリの作成を支援する仕組みであったり、それからスパークルエンドポイントの情報を収集して、それにどういうデータが入っているかというのを評価して、表示してくれるような仕組みというのを作っています。これは基本的にはそのプログラムを開発したり、そのデータベースを開発している人が、その他のエンドポイントのデータを取ってきて、自分のところもそうですが、ウェブの上でアプリケーションを作るといったような時によく使われるような仕組みです。で最後にこの、データベースのアプリケーションの方ですが、そういうアプリケーション、ミドルウェアを使って、ユーザー向けにアプリケーションを作るということもやってまして、この後もお話があると思いますが、ゲノム情報を検索するようなインターフェースであったり、それから自然言語で、その RDF のデータに、質問を投げるような、インターフェースであったり、それからこれも後で研究で話があるかもしれませんが、CRISPR、ゲノム編集のガイド RNA なんかを作成の支援をするような仕組みであったり、ちょっと戻って、希少疾患の診断支援をするような仕組みという、割と応用ツールというのも現在、作っているところで、それプラス、いろんな日本語のコンテンツであったり、教育用のビデオのコンテンツなんかを作成したりしています。で、簡単ですが、すごくざっとまとめますが、我々 DBCLS では、そのセマンティックウェブによる、データベースの統合を進めていて、その一部のデータっていうのは、RDF ポータルに、収録されています。で、いろんなツール群があって、ここに、行けば、その全てのツール群にアクセスすることができるので、興味がある人は見ていただきたいんですが、になっています。で、今回、バイオハクソンということで始めてますが、それ以外に、毎月2回、スパークルソンという、ハッカソンをやってまして、そこで、RDF のデータの開発であったり、そういうところをサポートするというような仕組みも作っています。で、現在は割と基盤技術の開発がメインなんですが、先ほど、希少疾患の診断支援のシステムとかも作っているというふうに言いましたが、今後そのいろんな分野に応用できるようにしていきたいというふうに考えています。で最後、これはスタッフ、スタッフの メンバーのページに行くと、見えますが、割とその先ほど その NBDC との共同研究契約で、雇用されている研究員の人が、メインなんですが、ここにそのいろんなその、自分の、担当のアプリケーションが書かれてますので、それを見て、興味がある人は実際に、担当者に聞いていただければと思います。私からは以上です。どうもありがとうございます。